よう。はい、どうも。それでは続きをやっていきましょう。今日はもうボディを加工していくことになります。で、ボディを加工していくっていうのですが、まずオーバーフェンダーを作っていくんですね。で、オーバーフェンダーを作っていくんですが、もうここは地道な作業になります。で、地道な作業になりますけれども、まずこれでまずボディを加工、オーバーフェンダーを作るにあたって何をするべきかっていうのは、ここまずここを薄くしないとダメなんです。ここは厚みがな、それなりにあるんですけど、この厚みをだいぶ薄くしないといけません。で、厚みを薄くするのに、ここを内側をまず削っていかないといけないんですね。で、やり方としては、そうですね、このデザインナイフを使うやり方もあるんですが、これちょっと刃が違うのをついとるな。デザインナイフを使って、ちょっと待って、刃が違う。ちょっとやってみましょうか。あれ、替え刃を、ちょっと今刃が違うんでね、ちょっと違う刃を、またちゃんとした刃をつけましょう。こういうこのデザインナイフの刃をね、使っていくという手もあるんですが、これね、意外と面倒くさいんで、デザインナイフでね、ここを削っていく、こう落としていくっていう、これをね、こういう風に落としていくっていう手間があるんですが、今回ね、ちょっとね、先に このスポイラーつけたっていうのもあって、ちょっとこれでやるにはちょっとめんどくさいんですね。で、こういう時私は何を使うかというと、久しぶりですね、これね、これを使っていきます。ここを薄くする、今1ミリぐらい厚みが出てるんですけど、この厚みをちょっと薄くするというのもあって、で、こういうあればですよ、あればですけど、こういう、これは今の100ボルトのね、フロックストンのあれなんですけども、なければ、100均とかでもね、電池式のやつがあるんです。パワーはちょっと弱くはなるんですけども、電池式のそのリューターっていうのは普通に売ってますから、で、これでやるのも一回ありかと思います。で、あんまり強すぎると下手に削りすぎても嫌なんで、意外とその100均のリューターなんかでもいいと思います。で、こういうのは普通にホームセンターでも売ってますから、穴の軸の太ささえ合わしとけばそれでいけると思います。で、それでちょっとここ削っていくっていうのがあるんで、やればいいと思います。で、ちょっとやっていきましょうか。で、これ削りすぎると下手に削りすぎるとやりすぎになるんで、できるだけね、ちょっとずつという感じでやっていきましょう。これでも割と削れるんですよ、こういう感じでね、様子を見ながらこう削っていきましょう。で、先っちょだけじゃなくて、ちょっと内側もね、この辺ぐらい、5ミリぐらいのところを削っていくっていう感じでやっていけばいいと思います。全体的にこう薄くなるように
感じでね。これ4つ全部やるのはちょっと時間的にもあれなんで、今回はちょっとこれ見てわかります？だいぶ薄くなっ、ここね見てわかりますかね？これだいぶ薄くなってるんですね。こっちに比べて、わかりにくいかもしれないですけど、だいぶ薄くなります。これをやることでね、これをこう、まあ全部落としたらダメなんで、まあちょっとまあ1ミリぐらいかな。こう一箇所に止めてやっちゃうと、そこがガリガリと完全に穴へこんじゃうんで、そうならないように。注意しながら削っていく感じかな。で、だいたい内側5ミリぐらいの幅を削っていく感じでいいと思います。で、少々ね、あれしても後でパテで調整するんで、そこは雑貨は気にしなくていいと思います。だいぶ薄くなったね。こんな感じで全体的に5ミリ幅ぐらいで薄くしていくっていう感じでいいと思います。こういう道具はね、まあたまにしか使わないけど、ないよりはあった方がいいと思いますね。で、なければさっきのデザインナイフみたいなんで削っていってもいいんですが、どうしても、時間と手間がかかってくるんで、そこはもう時間を取るか、時間を取って丁寧にやるのを取るか、こういうふうに、パパッと終わらせるのに、方に徹した方がいいのかっていうのはもう、その考え方次第だと思います。感じでね、だいぶ違いますよ、これやるだけでもね。わかるかな、わかりますかね、これだいぶ薄くなってるのね。ここと、まあ今のこの厚みに対してちょっと半分ぐらいになってるんですけど、まあこれぐらいはやっぱり薄くした方がいいかなというふうに思います。でちょっと毛羽立ってくるんですけども、それはまあ別に気にしなくてもいいと思います。どうせ加工していくんで。でまあこれここまで薄くなってくると来てから、今度はプライヤーですね。プライヤーでちょっとずつ広げていくっていう感じですね。まあこんな感じでね、ちょっとこういう風に割れます。これは絶対割れます。割れるのを前提でやると思ってください。で今回ここ継ぎ目になってるんで、ここ継ぎ目のところは同じようになるように、できればこういう風に同じ2つ合わせて、継ぎ目になったところ合わせてね、やるようにした方がいいかなと思います。まあちょっと叩き出し風というか。でこれは後でパテで調節しますんで、少々傷跡が入っても気にしないでやっていきましょう。
ほら、割れるでしょ、割れた音がするでしょ、これ割れてるの、もう割れてるんだよ。こんな感じでね、よいしょ、これはね地道な作業なんですよ。あの細かい、ちっちゃいからあんまりね、キューッとやるとほら、もう割れた、もう割れた、割れたでしょ、これ割れてるでしょ。これ地道にやらないと、薄くしてるから割れるんですよ。でもこれを地道にちょっとずつちょっとずつ手を入れていかないと叩き出し風にはならないんで、よいしょ、こんな感じですね。まあこういう作業は地道ですよ。これね、割れちゃうとね、ちょっとあんまりよろしくないんだよね。こういう場合はちょっと裏からちょっと接着剤を入れてやるか。流し込みの接着剤を入れてちょっと固めた上でさらに入れていく、曲げていく。薄くする理由はね、これを曲げやすくするためではあるんですけれども、あんまりね、薄すぎてもこういう風に割れが発生するから、まあ、できるだけ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、絶対割れるから、これ。すっごい割れてるでしょ。だからこれ後でパテで補修するんですよ。こういう感じでね。これ割れるのはもうしょうがないんだけど、これをなんとか保持できる、できるだけ保持した状態でやってください。どうして薄くしたら、もう怖いな。割れたとこっていうのはどうしてもね、保持できないんだよな。ちょっとずつね、割らないのが一番いいんだけど、割らない、割れないこと、まあ9割9分割れるんで、これね。で、目標は僕はこれ3ミリ。3ミリ追い出しをしたいと思ってます。だから3ミリ出そう思ったらそこそこ出さないといけないからね。まあ、パテも含めての3ミリだから、まあ、これを、この押し出し作業がどんだけできるかにもよるんだけど、熱を加えるっていう手もあるんだけどね、これね。ちょっとずつ押し出してやって、ある程度は多少の力を加えないといけないと思います。割れますか？絶対割れます。でもこれはもう割れるのはもう想定の上でやっていかないとどうしようもないんで、よいしょ。これ熱を加えたらどうなんだろうね。
これだいぶ出たでしょね。こっちに比べて出てますよね。こういう感じでやっていきます。でちょっとずつ力入れて広げていきますけどね。絶対割れるから、割れたら割れたで割れたところをなんとかうまいこと、あーこうなるとちょっと大変だ。ここがね今ついてないところなんで、ここは接着剤でちょっと押さえる。よいしょ。まあ後で押さえてもいいけどね。どうせパテで埋めるから、パテ埋めするんで、まあ接着剤とか、あとはなんだ、こういう これね、イージーサンディングとかこういうのでちょっと押さえ持ってちょっとずつ広げてやる。で同じとこばっかり広げてやると絶対割れるから、ちょっとずつ上側も広げていくような感じで。これで何ミリぐらい出た？ 3 ミリは出たと思うんだけどな。ちょっと待ってね。スケール。こういう差しは持っといた方が便利ですよ。で、ここに対して。大体狙い通りに近くなってくる。あとは持っていく感じかな。もうちょっと盛りや、もうちょっと出したいところですけど、全体的にこう押し広げていくような感じでね。怖いと思うんですけどね、最初は。でもこれはもう努力です。これをやってどうせパテで埋めるからという、諦めたらおかしいけど、それを元に、同じとこばっかり押し曲げたらこうやって割れていくんで、ちょっとずつ外側に押し広げていくような感じで、はい、こんな感じですね。これで今 3.5 ミリぐらいかな、ここまで出ました。でこれであとはここの割れたところはちょっと今出しました。イージーサンディングですね。これでちょっと埋めてやる感じ。内側からね。で、速乾。こんな感じですね。黄色くなってるね。絶対割れます、これはね。もうしょうがないんだ、この割れるのはね。で埋めた後、割れてもこのイージーサンディングやって
って、ほんで、あとここにパテを盛りますから、まあそこはもうあの、割り切ってね、やったらいいと思います。はい。こんな感じでございます。だいぶちょっと膨らんだかな。ね。こんな感じで。はい。こういう感じでやっていきましょう。で、これを、4つ、ね、やっていきますんで、まあ、この4つの作業はちょっと裏でやっていきましょう。さすがにこれを全部見せるわけにはね、いけないんでね。この辺はちょっと裏でやっていきます。ちょっとこの辺ぐらいまで盛り上げて、これだけでもだいぶ盛り上がってるでしょ？オーバーフェンダーっぽい。これをちょっともうちょっとしっかりとオーバーフェンダーっぽくしていくっていう感じでやっていきたいと思います。はい。ということで今日はこの辺。今日はまあ加工のやり方っていう感じで、まあ、説明していきましたけれども。はい。こんな感じでございます。はい。ということで今日はこの辺でまた次回お会いいたしましょう。さよなら。